吉川英治、三国史、総毛の巻、日時計、一。かくて小覇王孫楼の名は曲日のような勢いとなり、江東一帯の地はその部位に荒まし重複してしまったが、ここになお眼鏡の歯のように根深く。 死に来たる丘陵を守って、容易に抜き取れない一勢力が残っていた。大死寺、あざなは死儀、その人だった。死中たる竜葉がどこともなく逃げ落ちてしまってからも、彼は説を変えず、離散した兵を集め、経験の城に立てこもり、依然として交戦し続けていた。 昨日は旧校に疎校し、今日は末梁に下り、明ければまた経験へ兵を進めてゆく孫作は、文字通り南線北馬の連戦であった。小城だが北方は一体の沼地だし、後ろは山を追っている。しかも城中の兵はわずか二千と聞くが、この最後まで踏みとどまっている兵なら、 おそらく死を消している者どもに違いない。孫作は経験についたが、決して味方の優勢を満じなかった。むしろ今しめて、だりに近づくなと、寄せての勢を遠巻きに拝して、おもむろに上中の気配を探っていた。周遊は。君に等が、君が下知するとしたら、 この城をどうして落とすかね。死難です。多大な犠牲を払う覚悟でなければ。君も死難と思うか。ただ、わずかに考えられる一つの策は、死を惜しまぬ将一人に、これも決死の想定十人を募り、燃えやすい樹脂や油布を担わせて、風の夜、城中へ忍び入り、所々から火を放つことです。 忍び入れるだろうか。大勢では見つかりましょう。でも、あの高い城壁を、よじ登るに、方をもってすれば、登れぬことはありません。だが、誰をやるか。神部が適任でしょう。神部は、召し抱えたばかりのものだし、将来も使えるいい対象だ。 それを七へやるのは惜しい。また、もっと惜しいのは、敵ながら大志寺という人物である。あれは生け捕りにして味方に加えたいと望んでおるのだが、それでは、こうしてはいかがです。中に火口が見え出したら、同時に三方から息もつかず攻め寄せ、北門の一方だけわざと手薄にしておきます。 大使寺はそこから撃って出ましょう。出たら彼一名をめがけて追いまくり、その行く先に副兵を隠しておくとすれば、明暗孫作は手を打った。陳部のもとに十名の決死隊が募られた。もし任務をやり遂げて生きて帰ったら、一役百人の御長に進め、莫大な恩賞もあろうというので、 たくさんの死亡者が名乗り出た。その中から十名だけの想定を選んで、風の夜を待った。無月国風の夜はやがて来た。湯布、油芝などを想定の背に追わせて、陳部も身軽に入れ立ち、地を這い草を分けて、敵の城壁下まで忍び寄った。城壁は石垣ではない。 高度な火で土を焼いた千という一種の瓦を、厚さ一畳のよ、高さ何十畳に積み重ねたものである。が、何百年もの風雨にさらされているので、瓦と瓦との間には草が生え、土が崩れ、小鳥が巣を作り、その壁面はかなり荒れている。おい、一同。 まず俺一人が先へ登って行って綱を下ろすから、そこへ鏡込んだまま敵の保証を見張っておれ。いいか、声を出すな。動いて敵に見つかるな。陳部はそう戒めてから、ただ一人でよじ登って行った。河原と河原の間に探検を差し込んで、それを足がかりとしては、一歩一歩剣のはしごを作りながら、 ふいのぼってゆくのであった。に、火だ火災だ怪しみだ千両ぐから、また、矢ぐら下から、書籠の床下から、同時にまた、馬両者からも、書紋の番人が一度にわめき出した。上昇の大志寺は、騒ぐな 敵の刑だうろたえずに消せばよいと、将軍隊から叱ったして、消化の指揮をしていたが、上中は乱れ立った。ピュッピュルン大使時の体を矢がかすめた。うてなに立っていられないほど、風も強い闇夜である。諸々の火の手は防ぎきれない。一方を消している間に、 また一箇所から火が上がる。その火は、たちまち燃え広がった。のみならず、城の三方から猛風に乗せて、時の声、千個の響き、急激な攻め金の音などが一度に迫ってきたので、城兵は消火どころではなく、府中の豆のごとく湧いて老狽しだした。北門を開いて突出しろ 大使寺は将軍台から駆け寄りながら武将へ命令した。そして、真っ先に。城外へ出て、一挙に孫作と死友を決しよう敵は城を囲むため、三方へ全軍を分けて、幸いにも北方は手薄だぞ。と、猛風をついて、城の外へ駆け出した。火には追われ、大使寺には励まされたので、 当然不中の豆も溢れ出した。ところが、手薄と見えた城北の敵は、なんぞ知らん。案外に大勢だった。それ大指寺が出たぞと合図し合うと、八方の闇から乱戦が注がれてきた。大指寺の兵は敵の姿を見ないうちに、おびたらしい損害を受けた。 それにもひるまず。かかれかかれ敵の中核を突破せよと、大使寺は一人奮戦したが、彼に続く少子は何人もなかった。その少ない少子さえ倒れたか、逃げ散ったか、あたりを見回せば、いつの間にか、彼は彼一人となっていた。やんぬるかな。もうこれまでだ。 小村の城を振り向いて、彼は唇を噛んだ。この上は、故郷の貢献到来へ潜んで、再び時節を待とう。そう心に決めたか。なおやまない疾風と乱戦の闇をかけて、港岸の方へ急いだ。すると後ろから、大地寺を逃がすな大地寺、待てと、闇が吠える。 声ある烈風が迫ってくる。十里、二十里、走っても走っても追ってくる。この地方には、沼、湖水、小さな水たまりなどが非常に多い。長江の流れが武庫にいる、武庫の水がまた、荒野の無数の雲に分かれているのだった。その故障や野にはまた、 少々たる足や余しが一面に追い茂っていた。ために、彼は幾度か道を見失った。しまったついに、彼の駒は沼のデ度ドへ足を突っ込んで、彼の体は足の中へ放り出されていた。すると、四方の足の間から、たちまち熊手が伸びた。 奮闘だの、鍵のついた鎖だのが、彼の体へ絡みついた。無念大志寺は生け取られた。高手ごてに戒められて、孫作の本陣へと引かれてゆく途中も、彼は何度も、雲の早い空を仰いで。残念だ。と、まなじりに比類をたたえた。 3やがて彼は、孫作の本人へ引かれてきた。万事急須と観念した彼は、商用と首の座について名目していた。すると誰か、やあ、しばらく、と、とばりを上げて現れた者が、友人でも迎えるようになれなれしく言った。 大使寺が半目を見開いて、その人を見れば、余人ならぬ敵の総帥孫策であった。大使寺は毅然として、孫朗か。はや我が首を跳ね落としたまえ。と、言った。孫策は、つかつかと寄って、死は安く、生は片し。君はなんでそんなに死を急ぐのか。 死を急ぐのではないが、かくなる上は一刻も恥を受けていたくない。君に恥はないだろう。敗軍の将となっては、もう余計な口は聞きたくない。そっかもいらざる質問をせず、その剣を抜いて、一冊に僕の血煙を見たまえ。いやいや、世は君の忠説はよく知っておるが、 君の奮血を眺めて解消しようとは思わぬ。君は自分を敗軍の将と卑下しておられるが、その敗因は君が招いたものではない。竜陽が暗具なるためであった。押し紫、君は鋭敏な資質を持ちながら、良き主に巡り合わなかったのだ。宇治の中にいては、解雇も舞を作れず、糸も吐けまい。 大志寺が無言のままうつむいていると、孫作は膝を折って、彼の戒めを解いてまた言った。どうだ、君はその命を、もっと意義ある戦と、自己の人生のために捧げないか。言い換えれば、我がばっかとなって、仕える気はないか。大志寺は、潔く。参、ま、った。 降伏しました。願わくはこのどんざいを、飢下において、何らかの用途に役立ててください。君は真に怪談児だ。妙に対面ぶらず、その潔いところも気に入った。手を取って、彼は大使寺を自分の遺枠へ迎える。ところで君、先頃の神帝の戦場では、 お互いによく戦ったが、あの際、もっと一騎打ちを続けていたら、君はこの孫作に勝ったと思うかね。と、笑い話に言った。大使時も打ち笑って。さあ、どんなものでしょうか。勝敗のほどはわかりませんな。だが、これだけは確実だったろう。世が負けたら、 世は君の縄目を受けていた。もちろんでしょう。そうしたら、君は世の縄目を解いて、世が成したごとく、世を助けたであろうか。いや、その場合は、おそらくあなたの首はなかったでしょうな。なぜならば、私にはその気持ちがあっても、竜陽が助けておくはずがありませんから。はっはははは。 もっともだ。孫作は交渉した。主演を設けて、二人はなお愉快そうに断じていた。孫作は彼に向かって、これから戦いの駆け引きについてもいろいろ君の意見を聞くから、料刑があったら教えてもらいたい。と言ったが、大使寺は、敗軍の将は、 兵を語らずです。と、謙遜した。孫作は追求して、それは違う。昔の関心を見たまえ。関心も、交渉後部君に冒険を尋ねておる。では、大した策でもありませんが、あなたの威惑の一員となった印に、具見を一つ述べてみます。がしかし、私の言は、 おそらく将軍の心には合わないでしょう。大使寺は孫作の表を見ながら微笑を含んだ。し、孫作も微笑した。はは。では君はせっかく進言しても、この孫作に用いる奴量があるまいと言われるのか。そうです。 大使寺は頷いて。それを恐れます。しかし一応申し述べてみましょう。うん、聞こう。他でもありませんが、竜洋に付き従っていた少子は、その後、主と頼む彼を見失って、資産流名しております。ああ、敗山兵のことか。一口に敗山軍といえば、 すでに弱力化した無能の群れとして、これを無視してしまう傾きがありますが、事理あらずで、その中には惜しむべき大将や兵卒すらも入り混じっています。うん。それをどうせよと君は進言するか。今、この大使寺を三日間ほど自由に話してくだされば、私が行って、それらの残軍を解き伏せ、 そうして、量を選び、必ず将来、あなたの盾となるような、生兵三千を集めて帰ります。そして、あなたに忠誠を誓わせてご覧に入れますが。よし、行ってくれたまえ。孫作は、土寮を見せて、すぐ許したが。だが、今日から三日目の馬の国、正午、までには、必ず帰ってこなければいかんよ。 と、念を押して、一等の春名を与え、夜のうちに彼を陣中から話してやった。翌朝、威爆の諸将は、大志寺の姿が見えないので、怪しんで孫作に尋ねると。昨夜彼の進言に任せて、三日の間話してやったとのことに。え大志寺よと、諸将は皆、 せっかく行き取った檻の虎を野へ離したようにあぜんとした。おそらく太死児の心言はいつりでしょう。もう帰ってこないでしょう。そういう人々を笑いながら孫作は首を振った。なに、帰ってくるさ。彼は真偽の死だ。そう見たからこそ、世は彼の命を惜しんだので。 もし真偽もなく帰ってこないような人間だったら、再び見ないでも惜しいことはない。さあ、どうでしょう。諸将はなお信じなかった。三日目になると、孫作は人外へ日時計を据えさせて、二人の兵に日陰を見守らせていた。辰の国です万兵は、 一国ごとに孫作へ告げに来た。しばらくするとまた、身の国となりましたと知らせてくる。日時計は、真の始皇帝が陣中で用いたのが始めだという。宗史には、歌唱天が飛行日英を司るとある。明代には、気英代というのがある。 日時計の進歩したものである。五冠時代のそれは、もちろん原始的なもので、垂直の棒を作上に立て、その投影と陰影の長さをもって時刻を計算したものだった。砂地の代わりに床を用いたり、また壁へ移る日陰を記録したりする方法などもあった。馬の刻です 人幕の内へ、時の番の兵が大声で告げると、孫策は諸将を呼んで、南の方を見ろと指さした。果たせるかな太使寺は三千の味方を誘って、時も互えず、彼方の野添から一陣の誇りを空に上げて帰ってきた。孫策の敬願と、 大使寺の審議に感じて、先に疑っていた諸将も、思わず奏主を打ち振り、看護して彼を迎えた。